本当昨日9点差で負けてたので、本当は3ピリ終わった後10点差だったので、その点差をキープして勝ちたかったんですけど、まあ2点差とはいえ勝ちきれたので、まあそこは良かったかなと思います。ありがとうございます。では、質問がある方挙手にてお願いいたします。はい、ザキヨキさんお願いします。あとこのオフシーズン、その健次郎、森谷、ビデオコーディネーターとか、その翔吾さん、福田さんとか奈良さんと一緒にそのアウトサイドのシュートの練習をしてきて、まあ、練習の中ではすごいいい感じで決めることができてたので、まあ、あとはどれだけ試合で決めれるかだけだったんですけど、まあプレーの時は、まあそのうまいことその練習の感じを出せてなかったんですけど、もうシーズン始まってからは、まあ本当入らなくても打ち続けろではその3人が続けてくれてるので、まあそれが今のところいい方向に向かってるのかなと思います。はもう空いたら打つっていうマインドは今すごい持っててますし、でまだまだその判断の部分でまだまだのところがあるので、そこはもうしっかり日々成長していければいいなとは思っています。さっきからこう積極的な姿勢が増えているように感じるんですけど、意識の差も考えた変化とかしてもらえる。本当でもフルさんが抜けて、まあ、やらなきゃいけないっていうのは、その日本人がより点数取らなきゃいけないっていうのはみんな思ってることだと思いますし、逆にその核となる選手が抜けたことによって、その健三さんもそのみんなでやらなきゃ勝てないって言ってるので、本当日々その調子がいい選手が試合に出るっていうのは今年のいいところだと思うので、まあ、そこは本当に今年やりたいバスケットがこういうことなんだよっていうのは、その開幕してから見せれてるのかなとは思います。やっぱプレーの時はそこで崩れて、自分たちがダメな時は崩れて簡単に逆転されたりしてたんですけど、まあ、そこで我慢できるようになったのが、まあ、成長しているところだと思いますし、まあ、なんといってもディフェンスしなきゃ勝てないので、オフェンスがダメでもやっぱ切り替えてしっかりみんなでディフェンスすることによって、まあ、点が取れなくても逃げ切れたのかなとは思います。やっぱ去年以上にその秋田のディフェンスのルールの理解力は増してますし、去年は本当練習ができてない状況で開幕してすごい大変なシーズンだったんですけど、このオフシーズンしっかり練習できたことによって、まあ、去年より本当ディフェンス良くなってるっていう手応えもありますし、まあ、そこは本当自信を持って、その健三さんにも去年よりも良くなってるって言われてるので、そこは本当に自分の中ではもっともっと伸ばしていきたいところでもあるんですけど、まあ、そこは本当自信持ってやっていいのかなっていうのは今シーズン本当改めて思ってます。まあ、やっぱスカウティングでどっちの傾向が多いっていうのは試合前に奈良さんと話して頭の中に入れてやってますし、まあ本当、まあ、昨日もあったんですけど、自分の中ではそのファウルじゃないと思っててもなった時のその1日目なったことをその2日目しっかり生かしてできてるっていうのは、去年は多分同じことを繰り返してファウルトラブルになることが多かったので、そこは成長なのかなと思います。まずは本当今日みたいにその相手の
外国籍だったり、まあ、3ビッグで出てきた時のビッグマンに対するディフェンスだったり、そういった部分は本当求められていることだと思いますし、まあ、そこは本当にしっかり自覚を持ってやりたいと思いますし、まあ、本当フルさんが抜けたことによって得点面でもすごい取らないと、相手が取らないと勝てないよというのは健三さんに言われているので、そこはこれからも意識してやれればいいなとは思っています。ありがとうございます。はい、その他エビさん。赤穂、そうです、2つだけ、赤穂さんの中で今日の一番の自分のいいプレーだったというのはどこでした？ブロックですか、スリーポイントですか、それともその他のところですかというのが一つです。やっぱ昨日3ビッグの時間帯でその2ピリカすごいやられて、こっちも4点しか取れなくて流れが悪くなったんですけど、まあ今日はその時間帯で相手が3ビッグしてきて、まあ多少詰められた部分もあったと思うんですけど、昨日よりも全然戦えてたので、そのハレルソン選手に対するディフェンスのところは今日は自分の中で一番良かったかなと。体を張ってその簡単に1対1でやられてないので、そこはすごい良かったかなと思います。あとですね、この試合は次の試合戦なんですけど、馴染みの顔もいると思うんですが、どう戦いたいなと思います。まだスカウティングしてないのかもしれませんけど、今の時点で考えますか？間違いなく越谷も外国籍のチームだと思うので、その LJ ビッグ選手だったり、その海藻選手、去年名古屋にいたソアレス選手とか、やっぱそういうところがキーマンになってくると思うので、やっぱ、はい、またマッチアップするのが LJ ピーク選手だったり、そういう体強くてアウトサイドの選手だと思うので、まずはしっかりそこを止めるディフェンスをするのが自分の役割だと思うので、そこにしっかりフォーカスしてやっていきたいと思います。はい、何のがよろしいですか。バスケットカウントさん、丸山さん、ありますか。あ、じゃあよろしくお願いいたします。バスケットカウントのようです。よろしくお願いいたします。あの、まず先ほど去年よりもディフェンスが良くなっているという話だったと思うんですけども、なんかそのファールの回数というか、そのアジャストというところの他に、なんだろう、より増しているという部分とかご自身のあります？攻めたディフェンスができるようになってるのかなっていうのはあって、去年までどっちかというと受け身の状態で相手の動きに合わせてディフェンスしてて、まあそれでも良かったんですけど、やっぱ練習することによって秋田は結構アグレッシブに攻めのディフェンスをするチームなんですけど、まあ、1対1の部分でもその自分が仕掛けてその追い込んだり、そういった部分ができるようになっている自覚があるので、まあ、そこは本当この今シーズンの練習の賜物だなとはすごい思います。あと先ほどやっぱそのスリーをすごい練習したという話だったと思うんですが、多分やっぱりスリーポイントって水物だし簡単に確率上がらないと思うんですけども、でも今のところ一応結果が出ています。でそのこのオフの練習というのは過去一番というのが特別な練習だったんですか？いや、もう本当に今までずっと打ち込んではいたんですけど、やっぱすごいメンタルの部分が大きいのかなっていうのはすごい思ってて、まあここ数年ですごいしっかり打ち込むようになって、ようやくそのシュートフォームが固まってきて良くなってきたのかなと思うので、まあ今シーズンはそうですね、本当に落ちても打ち続けるメンタルっていう部分が昨年よりも成長したところなのかなと思います。あとやはりその古川選手がいなくなったことでって、多分ずっと ある種今年のテーマだと思うんですけども、その確実にその赤穂選手の得点力アップっていうのがその秋田が勝つために必要になってくるとは思うんですが、そもそもとはいえプレースタイルが違いますし、なんだろう、ヘッドからのシュートっていうよりも多分これ打開してる方を多分求められてると思うんです。でその中で赤穂選手ってどちらかといえば周りを見つつ強いところで勝負するとか、
そのなんか IQ を使ったプレーの方が多かったかなと思うんですけども、そういった部分で自分がエースムーブしなきゃみたいなところっていうのはあるんですか？まあ全然ないです。もうなんか本当に例えばシューターが上がったってたらそっちを優先するべきだと思いますし、逆に本当は今年の秋田の強みってそこだと思うので、エースがいないことによってその調子のいい選手にやらせる、例えば自分がミスマッチだったら狙いに行きますけど、そういったところでいい方向に行ってるので、まあそこはこのまま引き続き続けていければいいのかな、もっと賢くプレーすることが今の自分の課題でもあるので、もっともっと そこで成長していけたらいいなとは思ってます。ちょっとなんか意地悪な質問になっちゃうかもしれないんですけども、やっぱその古川さんがいないから得点力を上げるっていう部分でいうと、もちろん IQ 高く周りにパスをしたことによってアシストは増えるかもしれないですけど、ご自身の得点伸びないじゃないですか。でやっぱその誰かが2桁ぐらい取らなきゃいけないってなった時に、やっぱ個での戦いって絶対に必要で、多分そこも多分赤穂選手が求められているところかなとは思ってはいるんですけども、やっぱそこをなんだろう、それを責任とは思わないっていうことですか？多分そこはまあどっちかというと自分が求められているのが、その今日何本か行ってシューターを落としてしまったんですけど、そのリバウンド取ってそのプッシュするだったり、そういった部分で例えばそのハーフコートオフェンスにありました、そのここで点が欲しいですってなったら、今年の起点はもうコウさん、そのガードのコウさんに戻して、そこでもうビッグマンとのピックアンドロールからその寄って、今年のビッグマンは捌けるので、そこでそのコーナーの3の確率をどれだけ上げられるかが本当にオフシーズンからのこのチームのテーマで、健三さんもそのウイング陣に言ってたことがそこなので、そういった意味でもその外のシュートっていうのはすごい必要だよっていうのを健三さんが言ってて、まあ、今この数試合の中では決めきれてるので、まあそこが今自分の求められていることでもあるので、まあそのしっかり最終シュート決めきるのと、こうダウンヒルでしっかり攻めていくっていうのが今の自分の役割なので、まあそこは求められていることはしっかりできているのかなっていうのは思っています。なるほど。ごめんなさい、最後になんか、性格的に自分がエースって思う、点取りたいよりも縁の下の力持ちの方がいいみたいな、どっちの感覚ですか、赤星さんって？もちろん点数取れるなら取りたいと思いますし、その大学の時はどっちかというとそういうプレー多くやらせてもらってたんですけど、やっぱ B リーグ入ったらもっと点取れる選手いっぱいいますし、まあそのチームでそのもしもそこで求められればそこをやりたいなと思うんですけど、今別に求められてないので、まあそう下手にそういうことをやるのではなく、まあそうですね、求められたところでやるのがまあプロなのかなっていうのは思うので、はい、そんなそうですね、やりたいかどうかって言われたらやりたいけど別に今求められてないのでやらなくていいかなっていうのは思ってます。なるほど、まあ、とにかくチームプレー、チームファーストの話ですよね。はい、わかりました、ありがとうございます。